タナズボーンは、アメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡にある地域の、一つで、NW185 番アベニューと、国道26号線が交差する地点に位置する。ビーバートン、ヒルズボロ漁師の市境にあり、北側で、国道26号線、東側で、ウォーカーロード、東側で158番道路、西側で、コーネリアスパスロードに囲まれた地域を指すことが多い。 この地域にはショッピングエリアが多数あり、かつては今はなき、タナズボーンモールの所在地としても知られた。タナズボーンタウンセンター、タナズボーンビレッジ、ザストリーツオブタナズボーンなどを要するショッピングの中心地である。ショッピングセンターのほか、タナズボーンには大規模な集合住宅や商工業団地があり、さらには多くの医療施設がある。また、この地域は、 オレゴンのシリコンフォレストに属すことから、エプソンのポートランドオペレーション、ネットフリックスのコールセンター、バンクオブアメリカのローンプロセッシングセンター、オレゴン健康科学大学のウエストキャンパスがある。地域のほとんどはヒルズボロの市内に属しており、ヒルズボロ市の警察署が近隣にある。ヒルズボロは、棚ズボーンの大部分を1987年に併合した。 1976年に地域内に図書館が開館し、1990年にはヒルズボロ市がその図書館の運営を引き継いだ後は、2007年まで図書館文館として機能していた。ヒルズボロは現在、棚ズボーン地域の大規模な再開発を計画中である。1974年、NW185 番アベニューの東側でサンセットハイウェイと隣接する外区に、 600万ウェイドル、追やして、ショッピングモール、タナズボーンタウンセンターの建設工事が始まった。15万2000平方、フートの面積を持つ2階建てのモールは、スタンダードインシュランス社により1975年に、完成を見た。最初のテナントは、図書館、デイケア、およびプロフェッショナルオフィスであった。1990年、新しい屋外ショッピングセンターが、 ドーモールから道を一つ挟んだ外区でオープンした。この新しいショッピングセンターが開館したことにより、季節の蒸気モールに入っていた、セーフウェイ、ペーレスドラッグといったアンカーテナントは、新設されたばかりの新しいショッピングセンターに、蔵ら替えした。この建物は1993年に取り壊され、ターゲットなどを収める屋外ショッピングセンターがとって変わった。 タナズボーンのショッピング複合施設内の道路、ありがとうございます。